あ、行くよ。いや、なんだよてめえは。オッケーオッケー。暗殺も依頼していいからか。ごギャンギャンだぞそいつら。そんなん知らんかったんだもん。何でも やってます。ご連絡ください。トゥン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 トゥお電話お受けしました。焦げ付きと僕の焦げ付きでございます。あけおめつるぎー、バカだよこの声は。久しぶりだね。久しぶり。あれ持ってる？ヘリとか持ってたりする？ヘリ、うん、持っとるよ。持っとる？なんでも屋さんなんでしょつるぎ。なんでも屋さんもやってます。ヘリでさ、高いとこからさパラシュート飛びたくて。はい、運転お願いしていい？誰がいるの他に？マモルがさ、今街にいるんだけど、マモルのとこに明けましておめでとうでパラシュート降りてこうと思って。なんか嫌な予感したんだよな、今誰がいるかって聞いた時に。空までお願いしていいかな？もうレギオンにいるよ、俺は浮き足立ちすぎて。もうレギオンでスタンバってるよ。オッケー、今すぐ行くわ。オッケーオッケー、ありがとう。はい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 、じゃあまた後で。じゃあまたね。一瞬期待したじゃねえかな、みんな。結局、マモルさんなんだよ。デートのお誘いかなって思ったのに。脈なしだ、これは。あけおめー。あけおめー、お願いしまーす。お願い、ありがとう、ありがとう。パラシュートないよ。パラシュートあるよ。一応、剣の分も持ってきたけど、一瞬飛ぶ？あざっす。これ危ない女だな。左の筋肉か、左クリックの筋肉ね。そうそうそう、どっちかだったと思う。信じるね。急に。あんな飛び降りるやんか。飛び降りた時に体が、あのお腹が地面の方向を向くか背中が地面の方向を向くかの二択があって、背中が地面の方を向いたら諦めるしかない。オッケーオッケー。背中が地面ね。お腹が地面。了解。そうお腹から行ってな、頑張ってな。分かった。はい、じゃあね。またね。またね、ありがとう。スペースの筋肉か左クリックの筋肉、二択らしい。二択、了解。やばい、これもしかしたら病院に戻ってるかもしれない。オッケー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 。もっと行く？もっと行く？もっともっともっと、ここだよね、ここ。もう病院の前だから。でもやばいよ、これ宇宙まで行くよ、これ。宇宙まで行く？まあ、かなり高いか、一旦。すごい高いよ、すごい高いよ。え、じゃあもうやめとく、もうやめとく。降りれるってこと、降りれるってことやね。そうだね、多分ホバリングながらの中側に。オッケー、言ってもらおう。オッケー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 。シートベルト外した。オッケー、バカでも外してる。で、左クリック筋肉。そう、あ、もう今、もうそろそろ飛ぶ。うん、そろそろ飛ぼう。あ、行くよ。よし、行こう。さあ、どうなんの、これは。これの、これの、あ、早すぎたかも、早すぎたかも、ね、もう早すぎた。あの、もうパラシュート行ってます、俺。落ち着け、引っ張るな、紐を。ちなみに俺は高度 5000m ぐらいで、もう、いや、俺の相棒が、うわあ！いや！え、これまさか、待って、向こうも行かれてるこれ。ここです。誰か、上です、屋上です、高層ビル。いやー、行かないで、エレン、行かないで。ここにいます、ここです。また絶妙なところで。この声は剣くんじゃねえか。会長、何やってんだ。それは言えねえっす。スカイダイビングだろ。ちげっす、それはだけは言えねえっす。あ、そうなんだ。あ、バカジャさんも
あれなんですか。ああ。あ、そうなんすね。じゃちょっとすぐちょっとバカじゃ拾ってくるわ。いや、俺も行くそれ。それ俺も行っていいですか。俺も行っていいですか。お、赤ちゃんも上かまさかこれ。上臭いな。こんな偶然もあるんすね。はい、もしもし。大塚さんです。はい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 。営業電話する。ですですです。どうしたんですか。何やってんだバカじゃん。明けましておめでとう。明けましておめでとうじゃないだろ。あ、釣り行く。あ、エビス。ちょ、エビス。だめ、早く。俺の先に。危ないよ、つるぎ。ローターチキンレースみたいになってるけど。行くぞ、動くなよ。動くしかねえ、動くしかねえ、動くしかねえ。絶対に行くぞ。どうなってんな。ムーンウォーク取得したっす。まずいよ、それ。あれ、どうなってんだ、マジで。取れる？ムーンウォーク取得したっす。ちょっと待ってな。俺がこれをやっちまった。あ、あらずあー、オーケーです。え、バカじゃさ、何があったんですか。なんでこんなとこで。何があったんだよ、本当だよ。まだ言えないな。まだ言えない。まだ言えない。秘密だ。何を隠してんだ。なんで PY にいるんだ、守る。おかしいだろ。ちょっと今、俺別件で仕事入ったからちょっと送ってやれないけども。オッケーっす。オッケー。鶴木君、あれだよ、バカじゃと関係ないから別件だろ。あ、別件っす。別件だよな。まあでも俺らちょっとスイッチのゲームするんで、この後。そうマジでワンツースイッチする。もう一個取ってくるわ。いや俺ら反省会だよ。お前何やってんだ本当に。全部バラしとるやないかい。サプライズとは明けおめも全部言ってる。おい、ちょっと限界だ。明けおめも言っちゃったし、その後のごまかしも俺ずっと嘘ついてたのに全部壊しててびっくりしちゃった俺。でも言ってないよ、空からあれだこうだ。言ってるみたいなもんだよあれは。でも知ってた。なんでか、なんかそのさ、なんだか知った中川がいたじゃん。うん、中川と一緒にいたらしい。え、でなんか中川がバカだからさ、電話があったってもうなんか守るに言っちゃった。いやだからそれはいつも思わせぶりなことしてるからでしょ、そうやって。そうやって電話して情報だけ抜き取ってすぐそうやってするから、そんなことでも価値を見出そうとしてるんだ中川は。これはまごうことなき俺のヘリコプターだよ。うわ、よかった、めっちゃいいとこにあんじゃん。浅林ラルだよこのヘリコプターは。俺の浅林ラルっていうの、そのヘリコプターの名前。そう、めっちゃいい名前じゃん。これで浅林直してもらおう。これ今場所的には救急隊目の前だと思う。バカだわ、バカじゃ。どった。え、でもこれ兄貴は兄貴も行くでしょ。兄貴もやることやるぞ。お、兄貴やることやる。来た、この人来た。あ、この人来たよ。なるほど、概要は全部伝えたのね、兄貴に。全部伝えた。あ、で内容は伝わってます、全然大丈夫だ。オッケー。そうね、あ、一応そう、新年の挨拶を守るにしようっていう。そういうサプライズ。あ、そういうサプライズだったな、これな。じゃあ行くぞ。せー、待って。早い、パラシュート早いな。ちょ、早いな、パラシュート。バカじゃん。早いのかな。いや、俺めっちゃ早い。あれだよ、俺もう酔ってんじゃないのって。俺ダイレクトで行くよ、兄貴も。あたぼうよ、俺はギリギリを攻めろぜ。ギリギリ行くっす、あれ。まあゆっくりそちらに囲う。あ、大丈夫か。オッケー、やばい。風が気持ちいいぜ、最高だな。つるぎ、体が痛くて声が出せなかったらピコピコ言ってくれ。つるぎ、やってんだ。何やってんだ。大丈夫か。助けてください。今連れてっからな。あ、でも呼んじゃったしいところに。呼んじゃったっす。多分ね、すぐ上で見てたと思うんだよな。あ、今拾ったから上持ってくよ、それ。横スッと押してくの全部見えたわ。嘘、マジっすか。あ、だから笑ってんすね。そう。見ちゃいました。鶴木くんも言った。あれき全滅なの。お前どこに落ちてんだ。ちゃんと守るの目の前に落ちなきゃダメだろ。あれき
正直あそこにピンポイント落ちてこれない。うまい兄貴俺完璧に調整したんだぞ俺今全部漏れてる。すごかったわすごかったありがとうね。スルキ君はちなみに凄まじい勢いであの高速に突っ込んでったこれちなみに俺パラシュート一回も使ったことないんですけどどうやって着陸するんですかこれ。バカじゃねえかよなんかええバカじゃいつまで飛んでんの。まだ飛んでんぞバカじゃずっとカリブルだわ。上にいる？上にいる？今この近くにいる今。全然ずっと上飛んでんだお前。何やってんだ。どこだろうどこだろう。どこだどこだ。ちょっと見えるから。見えるとこ来て。どこだ上の方飛んでくれこれ。上の方。見えないんだけど普通に。次これ俺が見てる方向にいるんだよ。お腹すいたよ。お腹すいたよ。宇宙まで登った。え、どこどこどこ見えた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 無線めっちゃうるせえ。何？何やってんだお前。可愛いけどこいつら降りんの下手すぎて俺が一番負けちまった。おーよかったな中島うまくできて。よかったよ。うまくいったのか。いやまああれはもういいか。成功か。成功してたんだこれ。飛んでんの見た。成功したらしい。いやよかったな成功して。いやそうだなよかったぜ。俺も時間かけた回あったぞ。お電話ありがとうございます。焦げ付き土木焦げ付きが動けた山あります。お世話になってるカレーホワイトカレーマンカレー。さっきツイートをした個人 M さんからあなたが何でもやってくれるって聞いたカレーね。カレーが最近ちょっと足りなくて、はい、カレーを仕入れてほしいからね。なるほどなるほど。全然いいっす全然いいっすよ。依頼料っていくらぐらいになるカレーか。いや依頼料はもうお気持ちっすね。お気持ちからね。はい。じゃあちょっとカレーを100個用意してほしいカレー。何でもいいんですかカレーの種類は。何でもいいカレーね。オッケーです。本当に何でもいいカレー。はい。ちょっと用意できたらこの個人 M。あ、間違えた。あ、間違えた、間違えた、間違えた。切れちゃったからね。あ、大丈夫、大丈夫カレーよ。じゃあカレー100個用意できたら、はい、あの、お電話いただけると。わかりました、もうすぐ。よろしく。あ、じゃあお願いするからね。はい、お願いするからね。はい、すぐ知りやす。一応俺もカレーのアルバイト中ではあります。はいよ。あーこんにちはこんにちは。どうも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 。エスタグッドダークネスです。はじめましてでしたっけ。はじめましてですね。はじめまして焦げ付きです。あー焦げ付き剣さん。はい。あどうもどうも。この町を血祭りするために来ましたエスタグッドダークネスです。大悪党やってます。大悪党。え大悪党。あのちなみに俺今出勤してるんですけど、一応出勤してて、うん、2日ぐらい働いたことあるんですけど、で鍵もらってて、作れば？作れもしますね。なんで？でお店をさっき鍵自分で開けて厨房まで行ったんですけど、両親の呵責がちょっと若干邪魔して、さすがにわからん時にそのまあ一応鍵もらえてるってことは。まあ、アルバイトの見ながらもまあカレー作って販売して、まあその分の料金というかをまあ店長と相談すればいいかなって思ってたんですけど、ちょっと老子の呵責がちょっと、ああなるほど、やっぱりあれしちゃって、ずるをしてるんじゃないかという。いやそうなんですよねと思って引き下がったんですけど、実際どうっすかね。やっぱしずるなんじゃないかなって個人的には思うね。やっぱり大悪党としてもやっぱりその悪と言わざるを得ない。俺大悪党の俺たちはためらうような行為だね。それはするけどやっぱり良くないあれとは思うんで。はい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 。まあ、もしも買いたいなら今ちょっとストックあるのが俺のエスターグ・ゼット・ダークネスのカズチーズ・ゼット・カレーですが、まあ、100個あるから。あやっぱ売るのも別のカレーは売れないんですね。例えばバターチキンカレーとかは売れないんですね。いやでもやっぱり個人的に食べてほしいなっていう思いがあって。えいくらっすかちなみにそれ。1個10万なんだけど。え高いっす高いっす高いっす。全然無理全然無理っす全然無理全然無理全然無理っす全然無理っす。食べてほしいな、人気になってほしいなって思いがあって。え、なんか売りたいからそう言ってるわけとかじゃないですよね。俺今両親が本当に今本当両親でマジでも食べてほしい、美味しいし。今俺真っ白なキャンパスなんです。真っ白なキャンパスを俺色に染め上げたい。それはダメなんです。だから胃袋で染め上げたいみたいな。
バターチキンカレー作れるよね。今在庫切れてね。いや在庫ありますよ、俺さっき作ったんで。ね、作れるよね。あ、バターチキンカレー今86個ありますよ、俺が作ったんですよさっき。ああ、じゃあ84個作ってもらえ、いいよ。両親の鶴木さん、この店員変っすね。え、こいつやばいっす、ちょっと初対面ですけど。初対面、やっぱ分かります、鶴木さん、そのやばい嗅覚というか。めちゃくちゃいいやつだろ、普通に。ヘルアンさん的にはどう思います？やばいでしょこれ、明らかにこの店員。やばくないだろ普通。え、10万のやつ売ろうとしてきたっすよ、だって。だってそれを何個、何個売ろうとしてきたっす？100個、100個っす。ルーが切れてる。カレーのルー切れてる。1000万ってこと？1000万ってことっす。1000万を売りつけようとしてるんだ。カレーのルー切れてんだって。いや、この店、カレーのルー切れるとかないっすね。お前やめ、そんなこと言うなよ。切れるかもしんないじゃん。あれなんですか、あれ、なんかその社員割りみたいのないんですか？社員割り、あ、まあそっか、社員割りはそっか、私に進めないとあれか。いや、そうですよ、そうですよね。うーん、まあアルバイトが確かに一人でワンオペはさすがに任せらんないっていうのは確かに理解しました、そこは。確かに、いや、1個10万で100個買ったら1000万じゃん。はい、もうちょっとかわいそうだから、はい、1個5万でいいよ。で、でも相場2万っすよね。いや、相場に関しては1万かも。あ、相場1万、うん、1万が最低条件で、そっから152とかかな。分かった、じゃあ分かった分かった、今回も温情だぞ、温情の温情。あ、温情で俺飯買いに来てるの別に。3万。え、だから相場1万っすよね。で、社員割でそこからのマイナスじゃないんですか？全然間違ったこと言ってないよ、鶴木さん。あ、もう全然、消す消す。はい、全然言ってない言ってない。そのなんか、こう、あれ、俺がおかしいこと言ってるみたいなになりそうかもしれんけど、全然間違えてないからね。2万5千だ、2万5千。そうそう、2万5千。2万5千だよ、2万5千。今ね、店員さんがね、うちは店員さんが鶴木さんに、他のお店1万じゃないんですか、無理やり押し売りしてる。他のお店でも2万のもあるだろう。10万のやつを売ろうとしてんのよ、100個買う言うてんのに。このスペシャルじゃなくていいんですよ、俺、スタークさんの。でもスペシャルを食べてほしいという思いはあるよ、やっぱりカレー屋の店員としてはね。やっぱり店員さん、メニュー出してよ。メニュー見せたみたいです、メニュー見せたみたいです。メニュー出してよ。2万でいいよ、2万で。結構かわしい、割引はな。ちょっと待ってください、待ってください。1万5000って書いてるっすね。そうそうそう。え、だから最低だが1万なの。ココナナカレーだと1万っすね、やっぱり。え、これが2万。ココナナカレーは品切れ中です、今。飲食店がさ、今。あの、すみません、あの、俺バイトなんで一応スタッシュ開けるんですけど、あるっすよね。バイトはみんな、それずるい。それずるいだろ。え、スタッシュの中でココナナカレーっすよね。あの、別にあの、社員割とか大丈夫なんで、ココナナカレー100個ね。確かにスタークさんが働いてるか見たことないかも俺。いや、俺も見たことないです、俺も働いてて。今初めて知ったもん。いや、俺もそうっすね。ココナがずっと懸命に働いてて。ねえ、ココナが頑張ってるのをそうやってすぐ捨ててまうんやね。うん、結構店の信頼とかがあると思う。店の信頼がね、うん。まあそんな落ち込まないでください。7000円で大丈夫ですよ。よかったな、エスターク。よかったな。すげえ優しいじゃん、後輩。7000でよかった。でも買ってくれるからさ、俺のカレーを。7000で1000個で。1000個 ?7000 の1000個 ?7000 の1000個って言うんだよ。7000の1000個で。1000個はやばい。7000万も1000個。少々お待ちください。いや、そうそうそう、あの、普通に正規の値段で1万で、普通のこの1万で100個ください。1万で100個、はい、かしこまりました。え、あれちょっと俺も使おうかな。最初押し売りしてなんか無理だったら無理だったらなんか最初押し売りからの無理だったらか、あの、買えんのあれちょっと強かったな。やばい、押し売りして買われなかったらかわいそうムーブ熱いな。俺もなんかめっちゃ申し訳なくなったもんな。こんにちは。おお、さっきの、あ、こんにちは、はいはい、もカレー100個仕入れてきましたよ。あ、ありがとうカレー。まず渡してもらって、はい、その商品の代金っておいくらでしたか？商品の代金は10万でしたね、1個。10万 ?1 個 ?1 個10万でした。1個10万。1個10万。1個10万 ?1 個10万。いや、なんか1個10万だったんですよ。1個10万。え、なんかエスタークゼットダークネスさんって人に、めっちゃ押し売りされて、それしかないって言われて、俺ほんとお金ないですってめっちゃこねたんですけど、なんかダメだって言われて。なるほど。あー、なるほど。ちょっと一回、ちょっと、あの、文句言ってくるわ。まあまあ、あの、スピーカーできます。オッケー。もしもし？何？なんか、特別カレー押し売ったって聞いたんだけど。うん。え、どういうこと？代金行くの俺らなんだけどさ、特別価格で売ったってどういうこと？これ。いや、だから、あれだよ。俺のカレーは特別なやつだろ。そんなことしていいの？ほら、認めてるっすよ、完全に。ええ。いや、別にいいだろ。
何が文句あんのか。うちはだって客にそんな言うのは別に間違ったことしてねえべや。ああ、分かったよ。そう言っちゃうんだ。なんだよ、てめえは。オッケー。あ、じゃあまた、法廷で。あと、何でもやって何でもするからよな。そうなんす、はい。暗殺も依頼していいからか。暗殺はちょっと、道具が揃ってないですね、ちょっと暗殺は。いや、すいません。ちなみに暗殺できます？どうぞ、はい、どうぞ。全然。いや、めっちゃ武器来てるっす。いや、ちょっと。ちょっと待ってくださいね。ちょっと一回戻すっすね。一回に戻すっすね。一回ちょっと床戻しますね。一旦ね。一旦ちょっと取引、暗殺一回この件片付けてからにしませんか。ああ、そうですね。オッケーオッケー。まあちょっとまあ暗殺は犯罪だからな、やっぱり。まあだから二人がまあ暗殺依頼したんだったら、じゃあスタークさん暗殺ということで。まあ最悪、ホワイトクライマン直せるから。あ、確かにそうっすもんね。暗殺したとは別に処理はこっちに任せてほしいからな。うん、とりあえず1000万払うから。あ、そうですね。それで1000万と一応交通費も 10% もらってて、もちろんもちろん。お気持ちでそれプラスにしちゃっていいからか。あ、お気持ちそれプラスで、はい、全部大丈夫です。それでホワイトカレーマン1100払って、うん、そういうふうに、ダイス1振って、ダイス1で返す。これでスラッシュダイス、え、振りますよ。え、1、あ、1100万。いや全然。ちょっと待って大変なんだったな。10万円で。いや、どうなることかも。でも確かに、さっきの言葉遣い聞いたら分かると思うんですけど、すげえまくし立てられて。暗殺か薬売るんだったらどっちがいい？暗殺か薬を売る？何でもやって、何でもやるって聞いたから。うん、そうだね。あ、そうですね。まあ一応そうなんですけど。カレーを食べる前に、薬を決めると、カレーがものすごくうまくなるって誰か言ってたかね。はい。一人でいてもさ、みんなで食べてる感じがするんだよね。いや、ちょっとこれで結構トンあれになっちゃってました。今予約が今埋まってて。予約がまあなくなればその日に応じてできるときはできるって感じなんですけど、この後ね使えてんだ予定が。そうなんですよ。あ、じゃあ俺ら手伝おうか。やっぱり手伝う、うん、あ、もうねすぐ終わるように全然手伝う、うん、全然手伝うけど、さすがにそのあれですね、外部の方と手伝うっていうのはちょっとなかなか厳しいですね。ああ、さ、しょうがない。そっか。はい。じゃあちょっとまたいろいろその、まあ、予約させてもらって、はい、別の人からもしかしたら電話が来るかもしれないからね。あ、わかりました。暗殺依頼かもしれないし、そんなことはないかもしれないし、え、ちなみにスタークさん暗殺されますこれ？いやそんな、いやそんな、ね、そんな怖いことするわけ、うん、あ、そうっすよね、そうっすよね、そんな怖いことするわけ。でも逆になんか暗殺もいけるってなったら、はい、全然1000万とかで、はい、うん、依頼するから、オッケーっす、オッケーっす。依頼したいことがあったらまた連絡させてもらうから。あ、わかりました、よろしくお願いします。いつでもよろしくお願いします。ありがとう。またお願いします。はい、うん、お願いします。お疲れー、お疲れー、お疲れー。あれ、さっきの、さっきのやつ、何かてめえよ。いや、なんかやばいこと言われてましたよ。え、なんか暗殺されるとか。え、ちょ、スタークさん、俺結構まあ先輩なんで誰にも言わないでくださいね。なんか暗殺されるらしいっす。俺アサシンに狙われてるの、たま。いや、なんかまあ暗殺されるかどうかわかんないですけど、なんかちょっとやばい雰囲気で、ちょっと本当にこれだけはちょっと言います。先輩ってことで言いますね。マジで気をつけてください。分かった、ちょっと気をつけろ。ありがとうしてくれる。だから俺とあれっすね、エスタークさんが暗殺されちゃった。やばい、ここにいたらやばい、とんでもないことになっちゃった。どうした？
8254来て、今すぐ来れる。待て、もう一回言って、もう一回言って。8254、話したいことがある、話だけ。 8254、 今すぐ来れる。修理ね、修理。オッケーオッケーオッケー。やばい、電話来てる、マジか。うんかれー、どうしました。お前を殺す。え、何ですか。あ、それこの、その飛行機直して。了解。やばい、上田やばいことになっちゃった。スタークダークネスさんが暗殺されちゃった。しかも俺が次、俺、暗殺される。カレーマン2世さんに、殺すって言われて今、探されてるかもしれん。どうしたらいいと思う。え、さっきのカレーの恨みじゃん。え、そう。カレー屋で銃で暴れてたぞ。あ、またそこいる。それ、たぶんそいつら。誰も言わない。マジ気をつけて、そいつらね、気をつけてね。大丈夫か。どうなってる？お前1000万やったらしいな。1000万やったよ。1000万やった。話合わせて、俺もなんか剣を追いかけるみたいな感じのノリで離れたわ。立ちないっす、ね、上田でもやばい。お前巻き込むわけにいかないかもしれん。とんでもないのに巻き込んでしまったかもしれん。大丈夫だ、ボボクの困りごとは困りごとだろ。当たり前だろ。壊されてる、俺のヘリが壊されてる。壊されてる。一応俺修理して、修理代払えてないから、あいつふざけてんなっていうノリで今鈴木のことを探しに行った体で動いてる。マジでありがとう。え、なにこれ、1000万やったって。何がどうなった。壊れた。なんか100万のカレーを100個頼んだんだけど、注文した内容と違ったっぽくて、なんか1100万ボラれたみたいな話してた。カレーの依頼ってさ、うん、え、何のカレー注文された。何でもいいから何でもいいからって言ってた。いや大丈夫、ちょっと待って、一回やらない。そうか、俺は味方だ。いや、もう無理かも、帰ってこれないかも。もう森から出れない、草むらから出れない。大丈夫、どこにいる今。いや、同じところ、助けれない、街に出れない。もう大丈夫、そのまま隠れてろ。ちょっと待って、もううろついてる、来ないで。来ちゃダメ。了解。待って、警察から来た。俺は銀河一夜に聞き込えるか、剣兄貴。お前、なんかテイクスでめちゃくちゃ探されてるけど、お前何やったんだ。もう兄貴。お前どうしちまったんだ、俺に話しやがれ。助けた。今声バツッとなっちまった、もう一回言ってくれ。兄貴わかんない、俺でも。あ、わかんないのか。助けるな、多分兄貴じゃ無理だ。あ、そうなのか。兄、もうダメだ、うん、一回切る。やめた。ダメだ、もう警察も頼れない、八方塞がりだよ。全貌を話す、全貌を。いや、まず俺何でも屋をやりますって言ったの。そしたら、カレーを100個注文してほしいっていう依頼が来て、で100個注文しに行ったの、カレー屋さんに。いや、そしたらエスタークダークネスさんがいて、1個100万円で売ってたから、まあ結局1万で買ったんだけど、他のカレーをね、別のスペシャルじゃないカレーを。そう、見てた。そう、まあそこまでは上田いたよね。で、そう、で、その後何でもいいって言ったからって、なんか俺の中で欲出ちゃったせいで、1個100万って言っちゃった。怖い人だって知らずに。もういる、まずいって。何やってんだお前。どうしたらいい。100万お前が悪いじゃん、今のところ。なんとかする。違う、なんかおギャンギャンだぞ、そいつら。そんなん知らんかったんだもん。バカ。だって100万だぞ。だってバレ、100万。あ、そこそこ、もうそこ真っ直ぐいたら俺いる。その草むら、そこそこ引かれる。もう足がすくんで立てない。早く。ごめん。聞かれる、上田の液晶。助かってくる、バカ野郎。大丈夫、上田。